はい、こんにちは。今日はですね、ゲストがいらしてます。IT 企業でね活躍されてます、コウさんです。どうもこんにちは。ようこそいらっしゃいました。これ音入るの？これで入りますよ。本当に入ります、入ります。マイクつけた方がいいと思うんだけどね。まあいいや、はい、どうぞ。コウさんはあれですか、はい、音楽のルーツっていうのはどこら辺から来てるんですか？音楽のルーツ、音楽のルーツは昔もう子供頃だよね。だからうちの姉があの、ビートルズ聴いてたりモンキーズ聴いてたりして、それでなんかこう一緒に、ああ違う違う、昔あのほら GS、はいはいはい、グループサウンズブームがあって、その頃そうだね、うちの姉と自分と妹3人で、その真似事やってたよね。だからあの、ね、スパイダースとかだよね。それがルーツだね。最初に買った CD とかレコードなんですか？最初に買った CD レコード何買ったんだろう。結構うちの姉が持ってたんで、それを無断で聴いてた。ビートルズとか、モンキーズとか。モンキーズのなんだっけ、あの曲はよく歌ってましたね。デイドリームビリーバーですか？デイドリームビリーバー。デイドリームビリーバーね。なんだっけ。あ、今あれか、セブンイレブンの今井清志郎が歌って、そうだね、あれカバーだよね。あ、タイマーズ、タイマーズ名義で、あ、そっか、やってましたね。モンキーズ、ビートルズ。いや、清志郎さん大好きだったんですけど、亡くなられちゃって残念ですよね。今井清志郎、そう、音楽のルーツ、最初に買ったの覚えてないな。あ、っていうかあんまりあの当時ね、まあ今もお金ないけど、そんなに小遣いなかったんで、ほら、ただステレオが好きだったからね。よく横浜に住んで、あの当時横浜だったけど、秋葉原一人で来てアンプ買ったり。じゃあちょうどほら無線とか好きだったんで、あんま電気の勉強してアマチュア無線の資格取ったり、で一人で秋葉原来てアンプ買ったり。だから、ああ、だからそうだね、そう、あ、結構レンタル、あ、まだレンタルなかった か、 だか結構姉のとか友達の借りていろいろもう何でも聞いてたよね。洋楽、邦楽。僕が中学生の時初めてレンタルレコード屋さんっていうのができたんですよね。U&I だ。U&I でしたね、確か。あの今のハッピーロード小山台っていうところにレンタルレコード屋さんできまして、もう毎日のようにやっぱり借りてましたね。どんな喫茶さんのその当時？あの僕は中学生になるまで全然そのポップスっていうか聞いたことがなかったんですよ。小学校6年生もそのクラシック音楽しか聞いたことがなくて、おお、すごいね、クラシック。そうだ、逆にそれがコンプレックスで、みんなが歌ってる歌全然知らなくて、ビゼとか、そういう、そういうことしか聞いたことなかったんで、中学生に入って勉強するがごとく、ポップスを聴きましたね。そかそかそか、友達と話が合わないからとかで。そう、僕はだから、中学生の時にあの目黒からこっちに越してきたんで、基本その友達がいなかったんですよ。でやっぱりちょっと歌ったら、歌うまいねって話になって、でじゃあバンドやろうよって言われて、全然バンドが分かんないんで、どんなの聴けばいいのって言って、ジャーニーを勧められて。ああ、ジャーニーか。ジャーニーってどんなのだったっけ？ね、ジャーニーかとか言ってどんなのだったっけっていうのがだけど、記憶あるよ。すごいヒット、当時ヒットして、で、ジャーニーどんな曲だっけ？ジャーニーから入りまして、1980年。ですね。まさに中学生の時に。ちょっと待って。その頃に、まあ、これを聞いて、あ、こういう感じをみんなが好きなんだと思って、で、歌えるって言ったら歌えたんで、なんかすごいじゃんみたいな話になって。ジャーニーはね、ロックバンドな。ロックバンドですね。ロックバンドか。ジャーニーアメリカ？アメリカですね。
ただアメリカンロックか。アメリカン、まあ当時でアメリカンハードロックになるのかな。コウさんはあれですか、どっちかっていうと日本ですか、好きなのは。いや、もう洋楽、まあ若い昔はね、あのだからブリティッシュロックとかさ、ハードロックね、ギターガンガンのね、例えば何ですか、スモーク・オン・ザ・ウォーターとかさ。そうか、そう、あとあの当時だから俺が中学だから、あの時はあれかクイーンとかね、ボヘミアン・ラプソディ、結構あの時ブリティッシュ系流行ってたんじゃなかったかな。あ、ブリティッシュ、その後 AOR とかさ。あ、クイーンか、クイーン、ボヘミアン・ラプソディで、あれあのちょうどあの土曜日のさ、あの午後に今の東京 FM でさ火曜ベスト10っていうのが1時からやって、で2時から、俺中学生の頃だったかな、あの小学生か中学生の時、午後の1時からあの今の東京、昔の FM 東京、今の東京 FM で1時から火曜ベスト10ってあって、で2時からあのポップスベスト10ってあって、それを聞くためにはもう早く帰ってきてさ、それでエアチェックって言って、あの当時はだからほら CD とかもアルバムをそんな買えないじゃん、買えなかったですね、だからラジカセで、あのエアチェックです、エアチェックって、それを待ってあの録音するわけよ。だからあの当時ほら FM 雑誌があってさ、何月何日のどの番組を何の曲をかけるって言って、それをチェックして、それでエアチェックで、でボヘミアン・ラプソディはさ長いじゃん、あれ何分だっけ、10分だっけ、フルだとそうですね、ライブだと走りますけどね、でなかなかあのフルでかかんなくてさ、あれ最初聞いた時はなんだこの曲はってすごい衝撃だったよね、途中でほら調子変わるじゃないですね、最初バラードだっけ、だからこれ、これでダン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 、じゃらんじゃらんって言って、そうですね、調子が変わるじゃん、ライブだとあれ一回あの、メンバー消えるんですよね。あ、そうなんだ、途中 の、 あのガレリオ、ガレリオのところで一回メンバー引っ込んで、違う立ち位置になって、フレディがピアノ弾いてるとこからマイク持っていきなりダンダダ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 場所替えみたいなのやるんですよね、あ、そうなんだ、あれがやっぱりだからライブで見た時、このクオリティをライブでできるんだっていうのはやっぱびっくりしました、ね、ライブって日本で、いや、あれギリライブアットイングランドかな、見に行ったの、いやいや見に行ってないですね、それ YouTube で見たんですけど、それはびっくりしましたね、だからそのボヘミアン・ラプソディをさ、そのフルでかけるっていうのはあんまりなくてさ、でようやくフルで撮れた時はすごく感動だったよね、うん、フルで撮れたよって、確かにアンテナがやっぱりなかなか立てられなくて、 FM の、ヤギとか、ヤギのアンテナとか、でしたよね、まあヤギは普通FM の場合そんな立てないから、まあいわゆるほらダイポール、まあ、線引っ張ってさ、するだけでも十分、だからこういうあの橋ね、もしくはあの柱にちょっと沿わせるとかすれば十分、それでよく入ったよ、お土産でいただいたポテトチップス塩をあの工作から差し入れていただいたんで、ごちそうになります、コンビニ限定、日本産ジャガイモ 100%、今ジャガイモ高いからな、おいしい、さすが小池屋さんです、おいしいです、まあいろいろ洋楽音楽問わず、コウさんやっぱりすごく声が素敵なんですけど、ありがとうございます、あの妹さんがジャズシンガーですよね、まあジャズシンガーっていうか、
まあなんか、うん、あのライブで六本木とかで、うん、あの歌ってるようでありますね。あの僕兄弟いないんでわかんないんですけど、うん、妹さん声の質って似るもんですか。いやどうなんだろう、ちょっとわかんないな。まあ頑張ってやってますよ。あ、うん、やっぱりジャズって言うとやっぱ英語ですか。そうだね。どの辺歌ってたんだろう、ちょっと今すぐに思い浮かばないけど、結構スタンダードなやつとかね。あ、うん、ジャズね。でもあれですよね、あのジャズシンガーって言うとやっぱり独特の発声っていうかあるんですかね。いやどうなんだろう俺ちょっと分かんないけどね、それね。うん、僕も今あのボイストレーニングやってるんですけど、うん、はい、あのなんていうんですかね、あのどうしても仕事的に、うん、あのアイドルさんとかの仮歌入れとかになるんで、うんうん、女の人が歌いやすいような仮歌を入れなきゃいけないんで、そういう発声の、うん、もう無理やり練習させられてるんですけど、うんうんうん、あの喉を絞ってあーって言っちゃうと違っちゃうんで、うん、こう鼻から抜くようにふーって、うん、ふーって歌うんですけど、ジャズだとちょっともっと腹からこううーんみたいな声の出し方じゃないですか。で、コウさんもすごいいつもこうお腹から声が出てましちゃうんですよね。ああ、そうなの。ちょっとあんまり意識してないけど、うん、やっぱりこう呼吸法やってるからじゃないかな。実際どういう呼吸法なんですか。3373って言って、3373、要するにこう、はい、3回鼻から吸ってで3秒止めて3秒ゆっくり口から吐いて、で吐き切ったところでまた3秒止めるそう、鼻から3回吸うんですか。まあ鼻から、まあ、あの呼吸法っていうか瞑想っていうかで吸ってゆっくり吐いて3秒止めて、またゆっくり鼻から吸って止めて、口からゆっくり吐く、切ったところで止める。これなんか落ち着きますね。うん、呼吸法やるといいですよ、うん、これはあのちょっと、まあ、お世話になってるあの統合気候療法士の方が教わったやり方で、コウさんおタバコ吸われるんで、私もあのちょっと吸わさせていただきますね。すいえ、とんでもない。私はこ の, あの ピースはあの、うん、まあ、時々吸ってるんです。コウさん何に吸われてるんですか。私は前線、あ、じゃあ 今のメビウスか。あ、メビウスって言われてるんですか、うん、あれなんで名前変えたんでしょうね。なんですかねワイルドセブンでよかったっていう。 ピースはずっと名前変わらず、うん、ピースで、これ平和って意味なんですかね。でしょうね。うん、ピース。そうか。まあでもあのね、コウさんにはいろいろ本当にお世話になってありがとうございます。いや、こちらこそ、こちらこそ。お仕事でも、ね、こちら あのスタジオリバーサイドのあのオーダーマークを作っていただいたのもコウさんのところの会社のデザインでお世話になって、はい、ありがとうございます。改めて。ちゃんとこれあの。あと左のその、ね、コロコロとかさ、ちゃんと文字出した方がいいんじゃないの。あとその なんだっけ、イヤホンが垂れ下がったりとか、ここら辺ね、うん、ちゃんと表示した方がかっこいいような気がするんだけど、いや一回そのバシッてやってみたんですけど、うん、やっぱり生活必需品とか、あとこれまあうちの師匠のレイ・アルフォンソ・ショーダなんですけど、あ、まあ、ここら辺の告知なんかする時も、うん、ちょっとさりげなくここにこうあると、ね、あのそうですか、こう告知になるんで、うん、まあぶら下げてるんですけど、広いように見えるけど実際来るとかなりあれだよね、まあ狭いなというね。まあでもあれだもんね、うん、まあね、世田谷の、うん、いわゆるその多摩川沿いのね、非常にこう風光明媚ないいところですよね、うん、ここはね。やっぱりどうしても音重視になるんで、うん、まあ、そこにビニールで仕切ってますけど、それがあるとないとやっぱ音の響きが全然違うのと、あ、そうなんだ。あとこれなんですけど、
あ、はい、これが結構ねスプリングリバーブになるんですよ。うん、ここで、あ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 とリバーブかかるじゃないですか。うん、あって、うん、なんで歌入れの時は、うん、まあ向こう側あのデッドスペースってあの音を、うん、布団なんかが引き詰めてあって音が響かない部屋にしてあるんですけど、生音で拾うことが多いんで、うん、そっち側にビニール貼って、うん、まあ、この辺でマイク立てて、うん、ナチュラルなリバーブみたいな感じにあのして使ってます。で、すごいよねっていう。そうですね。ちょっと、ね、あのフライパンもあって、非常にこう、生活感あるスタジオで、本当にたまらんのね、リバーサイド。いやもう、雨の日あそこ、まあでもあそこ高いからね、氾濫はしないよね、たまらん。そうですね。昨日おとといも結構降ったんですけど、うんね、ここら辺はやっぱほとんど水も来ないですし、うんうん、あれ2年前の台風の時は多摩川あそこほらあの上の多摩川園じゃなくてなんだっけ、ニコ玉あたり、はいはい、あの浸水したじゃないですか。しましたね。この辺は大丈夫？この辺もやっぱりちょっと川上の方は浸水しましたね。うんうんうん、ここ不思議としないんですよ、ね。まあ土手高いからね。なんで、うん、まあ、ありがたいことに、そうまあ、無事で、無事です。いや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 。今日はね、コウさんに星のかけらを探しに行こう、福耳さんのね、をちょっと一緒に、そうですね、じゃあ、デュエットして、うん、いただこうかと思っております。はい。どうしましょうか。オケは僕がギター弾いて、うん、じゃあコウさんに歌っていただきましょうか。うん、じゃあ一旦ここでまた後ほど音の方をねぜひ聴いてください。それではまた失礼します。はい、ありがとうございました。はい。